左利きのバルトメウジョゼップ・マリア・バルトメウは FC バルセロナの元オーナーである。メガネをかけた姿から伸びたというあだ名がつけられている。前任のサンドロロセイが辞任を表明した2014年1月24日に FC バルセロナの会長に就任した。2013年に獲得したネイマールの遺跡金を実際より低く申告したとしてバルトメウは脱税を疑われ。 法廷闘争を避けるため罰金550万ユーロを支払うことに合意した。2014から15シーズンと2015から16シーズン FC バルセロナはリーガーエスパニョーラで優勝した。FC バルセロナでの選手補強を含めたクラブ運営方法には多くの批判を寄せられており、2020年4月にはバルトメウの方針についていけず、理事6人が一度に辞任。 同年8月25日に16年間所属したスター選手であるリオネル・メッシが対談の意思を示すとファンの怒りは激化。同日に本拠地、カンプノース周辺にファンが集結してバルトメウの会長辞任とメッシの残留を要求するデモが展開された。この動きを受けてクラブ理事会メンバー数人がバルトメウの会長辞任を申し立てているとも報じられている。 同年10月27日にクラブ理事会の不信任投票を待たずに辞任した。ありがとうございます。